先頭オフサイドない、先頭シュート、先制点は京都三原市、ピーター宇高から先頭宇高から先頭ね、一つ目のタッチで自分が南から左サイドクロスボール、うん、大月ついに均衡を破りました。ここからしっかり作ってからですよね。いいボール入りましたね。前には赤堀、さあパスが通る山口、山口のシュートこぼれて詰める、追いついた点を取れる男がね、しっかり、ま、シュートを狙ってきましたよね。まあ、ここでしっかりシュートを打って青木入れ替わって真ん中、大前元気が待っている、大前元気、大前元気だ。このままタヌキ狙ったと思いますけど、それプラス大前がね背後取ってうまくね冷静に決めました。小島ワンタッチで中へヘッド、いやー山下、いやここでゲリラがそうない、回数的には少ないんですけども、はい、仕掛けていき、このクロスワンタッチ、このタイミングでのクロスも長山、もう一度右中に山下、堀米、そして高橋が入ってきた。高橋、交代選手が結果を出し対峙する村山、決めました、ハスキッチ先制、大宮1対0。動きを見て逆サイドでしたね。佐藤から前、坂野を狙ってきたボール、坂野追いついた、松本佐藤のパスからですけど展開して、この前のクロスが良かったですよね。まあ、坂野も本当にこの、あプレスをかけて奪いました、斉藤、斉藤1対1、斉藤決めた。もう岡山今日うまくこうなかなかうまく ゲームが進められてなかった中でも、こういう前からの守備でゴールを奪うという、はい、突破クロスを上げてファーサイドを飛び込んでバーに当たった、まだシュート、中島、もう右から左から、こうクロスがボールが何度も行き交ってたので、岡山としてはマークが当然ずれてくるんですよね。柿田が落として、さあ縦西江が抜け出すぞ、左に柿田がいる、グランダー、このボールはあーっとブロックに入った足、そこにヒットして、変気選手も分かってたので、触らないとゴールに行かれるぞっていうのはね頭にあったので、まあそのギリギリの自ら持っていく、縦に入れた、さあジエゴがペナルティエリアの中、シュートコース、柿田が入っていた。前半アディショナルタイム徳島2点目、また組み立て直して、やっぱり山口のディフェンスがね前がかりになってたので、その裏のスペースっていうのをしっかり使うためのあえて引き込ましてだったので、まあこれは完全ふわりと浮かせて、ジエゴがフリーだ、ペナルティエリアの中、グランダークロス、西矢の左足、徳島3点目。相手の選手も選択できてますし、まあ、最後も余裕を持って、フリーの選手を選択できて、ここも、まあ、それほど強く蹴るというよりはしっかり合わせて、木田はシュートを狙った、ディフェンスに当たるマイクマのシュートが決まります。長崎先制、最後はマイクマ、右から左のサイドネット、これはパーフェクトなシュートですね、はい、しかもダイレクトでしたね。ドリブル自分で仕掛けてクロスが入る、頭で合わせた、素晴らしい、愛媛同点、クロスに合わせたのは有田、はい、愛媛としては最高の狙い通りの得点ですね。この切り返しがうまかったですね、アウトサイドの、ここからインカーブのクロスを、落ち着いて決めました、長崎勝ち越し、表情もほころんでいます。キーパーの動きをよく見てましたよね、はい、キーパーの動きを見て正面です。川村ですが、ここは名倉です、名倉、名倉から
ここに玉田ですが、名倉が最後流し込みました。見て、ここから相手の嫌なところに入るのが名倉うまいんですよね、はい、キーパーよく見てキーパーの上を浮かしましたよね。玉田が行きます、決めた、4点目長崎。いや、短いステップで素晴らしいコースをついた、はい、素晴らしいフリーキックですね。黒崎も真後ろにいます。また低いボールずらしたところ入ったか、途中先制点っていうような判断をもしかしたら副審の方はされた、ここですよね、あプレーに関与した、プレーに関与したっていう風な変化をつけます。阿部から風間幸輝、ここで上げます、ファーへヘディング、琉球同点、ファーで飛び込んできました。まあ、この風間幸輝のクロスの質も良かったですし、見えないファーサイドから入ってきた沼田のポジショニングも非常に良かったですね。そこ誰ですか、あこれもクリアが浅い、岩間から黒崎打ってくる、コースが合った、途中クロスしちょっとこれだと分かりづらいですけど、どうでしょうね。いやまあ、本人大島から黒瀬にどうか追いつくか、中また4枚入ってきている、大島ターゲット、大島ターゲット、あとはしっかりボール叩きつけて、森のヘディングも素晴らしかったですね。ここでもういやー木本、そしてまた森を使う、いや黒崎を使う、そして森だー、森の点目、黒崎と森、あと中央でここ大島がサイドに振ったボールも良かったですし、あとやはりクロスの質、入り方の質、シュートの質素晴らしかった、パーフェクトでしたね。